はい、こんばんは、マルボールです。4月の24日ですね。昨日全く動画撮ってないんですけど、まあ昨日からね、ぼちぼち部屋の片付けみたいなのをちょっとしてて、というのもね、一人暮らし始めてちょうど1ヶ月なんですね。ちょっと散らかっても来てましたし、生活環境をちょっと見直すっていう意味で今片付けをしてて、まあ昨日はそんな感じでちょっとごちゃごちゃしてたんで、で、カメラとかも動かしてたんで、動画ちょっと撮らずに、まあ晩ご飯は軽くパックご飯を食べたんですけど、今日も引き続きまだ片付けやってて、本当はね、1ヶ月後こんな感じになりましたっていう動画を今日撮ろうと思ってたんですけど、ちょっとまだ無理なんで、まあそれは明日土曜日なんで、明日日中に撮れたらいいかなと思ってます。で、今片付けしたんですけど、僕ね、動画の撮影データをハードディスク2枚をレイド0で組んで、高速で読みかけできるようにして、それに保存してたんですけど、撮影データを。そのレイドを組んでたやつが、まあ、USB 接続してるんですけど、その USB は多分通信の途中でもしかしたら抜いてしまったのかなんかで、データがね、壊れてしまって、壊れたっていうか読み取れなくなってしまって、めちゃめちゃパニックったんですけど、一応落ち着いて今復旧ソフトをね、ライセンス買って今復旧してるところです。レイドゼロで組んでたんで、本当もうマジでおし終わったかなって思ったんですけど、多分フォーマットが崩れただけって言ったらいいのかな。僕そこら辺あんま詳しくないんで分かんないんですけど、まあ問題なくね、データ復旧ソフトで読み込めて回復できてる様子が見えてるので、まあとりあえずこのまま復旧して、まあ明日までにはまた動画作れたらいいかなって思ってます。いやー、もうこれのせいでだいぶ時間遅くなって、今もうすでに10時20分なんですよね、夜の。まあ今日金曜日なんで、明日土曜日休みなんでいいんですけどね。はい、ということでこんな感じで撮影するとこだけちょっと片付いてるって感じ。まだこのカメラの後ろ側とかは全然汚いんで、まあその辺は明日また家の中全部ね、キッチンとかそこら辺の環境とかも記録として残していきたいなと思うんで、また明日の動画をね、楽しみにしていただければいいなと思います。で、今日もう一つあって、ここら辺にもね、ちょいちょいこう買い足してるものがね、いろいろ映ってるのは映ってるんですけど、じゃん、マキタです。ということで、ハンドドリル、ドライバードリルっていうのかな、はい、マキタの電動ドリルドライバー買いました。すごいね、バックルが3つもついてる。はい、オープン、じゃじゃーん。トリセツで、今回ドライバーだけじゃなくて、充電工具初めてなんで、バッテリーの充電ステーションとかもとバッテリーがついているやつセットで買いました。今すごいな、バッテリー充電するやつですね。これ1つ充電できるやつになってます。あ、バッテリーの保護するやつ、あとバッテリーですね、 18V の、6アンペアアワーのやつですね。はい、そしてじゃーん、ドリル本体でーす。電源つくんかな、これ。お。うるさい。ちょっと夜は使えないですね。はい。いえ、かっこいいな、やっぱ。とりあえず今日開封だけで、そんな感じがね、丸々一式入ったセットを買いました。あ、そうだ。バッテリーで扇風機を動かせるんだった。この間、開封した、この扇風機ね。これね、持ち手っていうかね、こう引っ掛けるんですよ、何にでも。こう、パイプとか、棒とか、あと、なんかね、こう、板があったら、これにこう、引っ掛けて、まず空中でもこうやって使えるんで、これマジいいわ。うん、そう、この間ね、ちょっと弱いって言ったんですけど、至近距離だと、普通の扇風機と比べたら、それちょっと弱いんですけど、まあ、サーキュレーターに近くて、まあ、離れてても、かなり風が来るんですよ。なので、まあ、使い勝手はいいですね。はい。普通に、やっぱ小さくて、部屋に、こういう一人暮らしの狭い部屋に、どこに置いてても使えるし、風が遠くまで来るんで、すごい柔軟性があって使いやすいです。首振りもしてくれるしね。で、これの後ろにね、ここにバッテリーがさせて、これをこういう感じですね。おー、来た。バッチリ。つけてみよう。プチ。おー。あー、神だー。という感じで、すごくない？ケーブルです。扇風機が使えるという、これで持ち運んでね、使えるわけですよ。ということで、今日はこんな感じでマキタの電動工具買ってみた。はい、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ明日また一人暮らし1ヶ月終了時点での生活環境の記録を撮りたいと思いますので、ぜひお楽しみにしていただければなと思います。それではまた明日、バイバーイ。今日はなんか適当にラーメンかなんか作って食べまーす。